スヴォルドの海戦において、エイナル・サンバルスケルビルは、王の弓を用いて、いようとしたが、弓が非常に弱いことに気づく。エイナル・エンドリザソン・サンバルスケルビルは、11世紀頃のノルウェーの有力な貴族であり、政治家である。彼は、オーラブ・ハラルズソンに対する彼らの抵抗において、領主たちの先頭に立った。スノッリ・ストゥルルソンによる、ヘイムスクリングラが彼についてのいくらかの参考文献となっている。彼の家族名、サンバルスケルビルについては、二つの有力だが異なる説がある。その一つが、腹を意味するタンブルに由来するという説で、それは、ゆすられる腹と訳され、疑いなく彼の体格をあからさまに反映した表現であろう。エイナル・サンバルスケルビルは、メルハスのバイキング時代の政治的な中心地に住む、裕福で有力な農民のエンドリージの息子であった。エイナル・サンバルスケルビルは、ヤール、ハザビーの豪族、そして彼個人の軍勢の強力な指導者であった。エイナルはまた、ノルウェーのバイキング時代の政治において、支配階級の一族の一つである、ラーデのヤールの一族であった。エイナルは、サガの登場人物として、西暦1000年のスヴォルドの海戦での政治的な闘争の場をその初舞台とした。エイナルは、この戦いで戦死するオーラブとリュックバソンの側で戦った。この戦いでのエイナルについての説明は、スノッリがサガの最も有名な下りの一つで我々に紹介している。この箇所は日本では、寺田虎彦による日本語訳でも知られている。王のいてエイナール・タンバルスケルベは、エリック伯を狙って、矢を送ると、伯の頭上をかすめて、梶塚に、ぐざと立つ。伯は、傍らのフィンを呼んで、あの帆柱のそばの背の高いやつをいいよと命ずる。フィンのいた矢は、まさに花担とするエナールの弓のただ中に当たって、弓は両断する。オラーフが、凄まじい音をして折れ落ちたのは何かと聞くと、エナールが、王様、あなたの手からノルウェーがと答えた。王が代わりに自分の弓を与えたのを引き絞ってみて、弱い弱い、大王の弓にはあまり弱いと言って弓を投げ捨て、剣と盾とを取って勇ましく戦った。寺田虎彦、瞬間、新自進化の青空文庫、オーラブとリュックバソン王は戦闘の間に姿を消し、スヴォルドの海戦の後にその死体が見つかることはなかった。エイナルは、スヴォルドの海戦においては、オーラブ・トリュック・バソンの側にいて、エーリーク・ハーコナルソンらの軍勢と戦ったが、戦いが終わった後は除名された。その後は、エーリークと共に過ごし、彼の妹ベルグリョートと結婚し、彼から領地も与えられて裕福となった。エーリークがその義兄弟である、クヌート王と共に、イングランド征服に向かった際は、彼の息子ハーコンの後見を任された。エイナルは、以後の数十年を、政治的な流れの方向を変えるための策略に費やした。エイナルはエルリング・スキャールグスソンと共に1016年のネスヤルの戦いにおいてはオーラブ・ハラルズソンに対抗するラーデのヤール、スベイン・ハーコナルソンを支持した。スベインが戦いの後に国から逃げなければならなくなり、エルリングが新しい王との不自然な同盟に加わることを強いられたとき、エイナルは無傷のままだった。エイナルはメルハスに戻り、オーラブ・ハラルズソン王の敵対者の立場を貫いた。したがって、デンマークの支配が1028年にオーラブ・ハラルズソンを打ち倒そうとしたとき、エイナルはデンマーク勢を支えた。しかしながら、エイナルはスティクレスタズの戦いにおいては、農民の軍勢には加わらなかった。これは計算というより、運のおかげだったトルンデラグのオーラブの軍が敗れたとの知らせがあったとき、エイナルはデンマーク人のイングランド王クヌート大王への政治的な訪問のためイングランドにいた。しかしながらこの行動が後で十分な成果をもたらした。帰国したエイナルはスティクレスタズの戦いの直後に埋められたオーラブ、ハラルズソンの遺体を埋葬し直すために掘り出したところに立ち会った。1年が経過していたが、オーラブの遺体は死亡直後の状態のままで、死後も伸びていた毛髪や髭は火に入れても燃えなかった。この奇跡を信じようとせずなおも疑いを述べる人を、エイナルは黙らせた。スノーリは、エイナルが、オーラブ聖王の奇跡を信じた、最初の一人である旨を記述している。スティクレスタズの戦いの後、デンマーク人のイングランド王は、自身の息子スベイン・クヌーツソンをノルウェーの王にした。彼が最近に征服した土地を預かる、スベインの母、アールビーバを配置していたためである。しかし、ノルウェー人の多くの貴族が、クヌート王が自分たちのところから、ノルウェーの支配者を任命する見込みがあると予想していた。また、エイナル・サンバルスケルビルは、最も古くからのオーラブの敵であった自分こそが、最も自然な選択だと期待していた。そのため、クヌート王の決定は、エイナルを大いに激怒させた。スベイン・クヌーツソンが王となって、ノルウェーを支配する間、デンマークからの圧力がノルウェーに向かってより強くなったので、エイナルは彼の最も重大な政治的手腕を用いた。エイナルはガルザリキを旅行して、そこでオーラブ・ハラルズソンの11歳の諸子マグヌスを探し出した。以前のスティクレスタズでの農民軍の指導者だったカール・ブ・アールナソンと共に政治同盟を作ると、エイナルは続いて傀儡王マグヌスと新しくデンマークの統治者の座につくハーデクヌーズとの間の協定を仲介し始めた。このようにして、エイナルはノルウェーの事実上の統治者になった。エイナルがスティクレスタズでマグヌスの父と直接戦っていたならば、決して得ることがなかった地位である。エイナルが年を取るにつれてマグヌスがいくつかの権限を握っていったとはいえ、エイナルはマグヌスの治世の間、かなりの有力者という立場を保った。ハラルド・カレツ王の佐賀の一場面しかし、1045年頃、年を重ねたエイナルは、運に恵まれなくなった。この頃に、東ローマ帝国のコンスタンチノープルでの軍指揮官として築いた、莫大な財産を携えて、オーラブ・ハラルズソンの弟ハラルド・シュグルズソンが帰ってきた。かつての君主ハラルド・ベハツ王によって、適切に決められている継承法により、ハラルドには王座に対する正当な要求があり、立候補を躊躇することのない資格があった。ハラルドがその財力を軍事力に変えるのを恐れて、マグヌスはエイナルの助言に逆らい、1046年後半にハラルドを共同君主に就かせた。わずか1年後、マグヌスは死に、そしてカレツ王ハラルドがただ一人の君主になった。ハラルドは権力を集中することを決心し、争っている貴族と農民の指導者たちに対しては、寛容さがほとんどなかった。したがって、ハラルドは、同様に信念の固いエイナル・サンバルスケルビルとの衝突必至で終わりかねなかった。内戦の前兆となり得る紛争が起こり、そしてエイナルは、次第に不評で、先制的になっていくハラルドに対抗する次なる農民軍を起こし始めた。しかしこの行為が完了する前に、ハラルドが和解を要求すると思われた。ハラルドは、エイナルにニーダロスの自分の農場で会議を持つことを頼んだ。二人が座って、協定を仲介することがあり得るようにと話したが、ハラルドにはしかしそのような意図がなかった。ハラルドは、エイナルへの支持があまりに強大となる前に、エイナルは追い出されなければならなかったと判断した。こうして、王の農場に到着したとき、エイナルと彼の息子エインドリジは暗殺された。エイナルとエインドリジの遺体は、オーラブ聖王の名を冠した教会のマグヌス・オーラブスソン王の墓の側に葬られた。フェロー諸島の切手に描かれたバラット・チョーダ号の一場面。エイナル・サンバルスケルビルは、後世の作品でも言及されている。以下は、翻訳元の英語版記事で、その他の情報源として挙げられていた書籍であるが、翻訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。